それでは耳コピしていきたいと思います。まず最初にですね、耳コピする上でまず5000符の紙と、あとシャーペンですね、あと消しゴム、いつも用意してやってます。あのパソコンのソフトで打ち込んで書いたりすることもあるんですけど、耳コピするときは基本的にサクサクと書けるようにシャーペン集とかでやってます。この曲は4分の4拍子なので 1,2,3,4 拍でこう一つの拍を小説が終わっていくので小説線を書いていってます。実際ですね、なんとなく作った曲があるのでそれをかけて耳コピしていきたいと思います。では実際曲かけてみます。こんな感じで何となく作ってみました。で、最初にまず取るのはベース音です。ベース音っていうのはこの単音ですね。あのバンドで言えば4本弦または5本弦 のベースなんですけど、ベースの方からギターでこのように取っていきます。これはもう最初からキーが C っていうのが分かってる状態で今耳コピするので、ダイアトニックコードがこのようになります。今出てますね。で、このコードたちで大体曲が作られてるんですよね。なのでベース音で一回取ってみます。何回かかけてます。やっぱり C から作られてるのは C かなと。で、言っても僕今オリジナルで作ってるのが全部わかってるんですけど、あとコードも出てるのでほとんど耳コピっていう感じではないんですけど、まあ何もね、わからない状態でっていう、例えばコードとかも映ってなくてこの曲だけで撮るって言った場合の話なんですけど、で今手でこう探していくと C で当てはまりました。なので C と書きます。じゃあもう一回書いてみます。 C ですね。次、今 A じゃなくてこう下がってたら6弦の3フレットなのでG だって書きます。ベース音だけですね。 C ですね。次、あ、こうやって探してきた6弦の5フレット A、ね、ってことは A って書きます。で、少し前から書きます。欲しいけど足がなって、もう一回行きます。あ、これだ。で、6弦の解放、ダイアトニックでいう3番目の3マイナーなので E マイナーなので E って書きます。その前から行きます。 E と F ですね。音がしっくりくると思うんで大体わかると思います。 F、 ちょっと前からいきます。 2 マイナー、5小節目、今の F、 F、 お、トニックと思ってますね。 C、 F、 C と言ってます。 C と書きます。少し前から、2マイナー、ご承知の F、 C、 分かりました。次、また F かな。あ、違う、ちょっと惜しいってね。もう一回かけます。ご承知の F、 C、 次、で、あと口で言ったりしますね。だったので、あ、ここかと。そしたらこれ D、 2マイナー、 D っていきます。 D マイナーですね。で、最後は G。
大体曲の場合締めくくりって意外とドミナントですね。でまた C に戻ろうとするという。この G7 っていうのは、5度7っていうのはですね、不安な響きで C に戻ろうとします。で G7 からこの C に戻るのをドミナントモーションとも言います。じゃあ今 CG、AmEFCDG とできたので、これをベース音だけで弾いていきます。で最初からいきます。曲がこれで大体分かりました。そしてコードを実際つけてみます。次は C G Am は6度マイナーなので Am マイナーですね。で次 E は3なので3マイナー Em F メジャー C D は2マイナーの D マイナーで G7。 じゃあこれで合わせます。最初からGね Am EF、 ちょっとここからバレエコード使います。 G Dm Dm ちょっとぶつかった感じしましたね。メロディーがこのファシャープ D マイナーとファシャープってメジャーサードなので、 D マイナーとこの半音でぶつかっちゃうからね。ということはマイナーじゃなくてメジャーだと。でこの場合ダイアトニック外ノンダイアトニックになるんですけど、これをセカンダリードミナントと言います。で今 D7 となりました。ここは D7 っていうのは2マイナーの D マイナーが変化して D7 になって、ここ G にこのようにヨド進行でいく、このように G に移動を強めたんですけど、先ほど G7 はドミナント7って言いました。これセブンスが続いてます。これをダブルドミナント、もしくはドッペルドミナントと言います。結構よく使えます。2-7から5-7で、なのでここは Dm じゃなくて D7 にしておきましょう。でこのアレンジによってはメロディーがここで、ここまでは2拍目まで1と2と3と4とできているので Dm-D7G でもよかったと思うんですけど、これ今コピーした時は D7 一発でいってました。でセカンダリードミナントに関してはまた後ほど説明します。それでは最初からコードで合わせます。これで、ミニ曲ができました。例えばは先ほどセカンダリードミナントあったんですけど、 Bm7 フラット5っていうコードが来た場合 E7 に行って Am にこういく場合が多かったりします。テンション入ったりで、例えば F のサブドミナントに行く場合はマイナー C7 F メジャー7、例えば C G G ディミニッシュ6度の A マイナー 2C7 セカンダリードミナント F メジャー7。この C7 は F に向かってますね。結構普通に言ったら C G A マイナー
ところを F に解決するためにこう251を作ったりとか部分転調と言ったりするんですけど、ちょっとアレンジとしては過去になるんですね。ディミニッシュ C7F もしくは C9 とかっていう風に使うこともできます。例えば A7 とかも使えますね。 Cここで Dm に強めてますね、解説を。これは1、6、2、5、3、6、2、5、結構定番なコード進行です、ね、B7 行って Dm という形も結構使います。もし分かんないコードが出てきたとしたら、おそらくセカンダリードミノの可能性も結構高いです。または Dm G7 C251 のD7、Db7C、 この Dm から G7 の裏コードである Db7 を使うことができます。 Dm 裏コードを G7 の裏コードを C 半音で導きますので、結構これは難易度高いフュージョンとかね、ジャズ系では結構使われますね。一般ポピュラーで考えると大体ダイアトニックとこのセカンダリードミナントで使われているというのがすごく多いなと僕は感じます。あくまでもこれは今耳コピーの基本編なので、またこういうフレーズとかなるとまた別になってきますが、まずコードだったら大体このようにダイアトニックとベース音で探してからダイアトニックを当てはめていく。ちょっとなんか違うなと思った時はセカンダリードミナントみたいな、そのようなですねコード進行が多いと思います。でいずれにしてもたくさん曲をコピーしていろんなコード進行のパターンを勉強するのがすごく早道だと思います。例えば今回なんとなく作ってみた曲もほとんどこれカノン進行なんですよ。カノン進行というのは C、G、Am、Em、Fg、Fg、C、 このコードだけで曲が作られるんですよね。それでは実際にあのカノン進行で作られている曲、キーを全部 C にして、先ほど出た C のダイアトニック、ね、このキーを C にしてカバーしてますので、ぜひ見てください。こんな感じです。最初初心者としてはただいたずらにコード進行を Dm だ Em7 とかコードを覚えるよりは、曲で実際に使われている実践コードで学んだ方がこれも早道かなと思います。とにかくいろんな曲をコピーしてたくさんストックを作ることが大切かなと思います。ベース音でこう取って、そしてダイアトニックコードに当てはめていく、それ以外はセカンダリードミナントで応用していくっていうところまでやりました。